はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。エンドは攻撃側やっていきましょう。夜なんでね、ここはやっぱイオークハンターを使って遊んでいきたいなという感じでありますので、ポイントが貯まったらね、イオークハンターを出し、いろいろヨークハンターでしかできないような動きをね、頑張ってやっていきたいと思っております。もしくはね、だいぶね、久しぶりにこの間乗ったらエンドアのスピーダー下手くそになってたんで、スピーダーもちょっと練習したいかなと。いい具合にポイントが稼げたらヒーローという視野にも入れつつ、それじゃいつもと変わらないっていうあれなんですけれども、やっていきましょうか。どの危ね、あ、これまずいやつ、先に押せばよかったか。いいですね、前線におりますね。行きましょう、格納庫を助けに行きたいな。大丈夫か、まだ生きてるか、爆発物投げ込まれてないか。よし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 、ちょっとバリアを張っておくんで、よろしゅう頼みます。オッケーオッケー、分隊リスもしてるね。これでしばらく持つよね。爆発物中に投げ込まれてる、ちょっと一旦離れようか。はい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 、まずいな、多いなまずいな、多いな。まだ足りないか、ポイントが。なるほど、真ん中も行きたいけども、ウォーカーも終わらせたいな。無理やり終わらせてもよかったか、無理やり終わらせてもよかったかもしれんな。まあ、そうこうしてるうちに半分チケットないですからね。敵のヒーロー出てきますね、もうすぐ。奇襲しておけば多分、奇襲していけばウォーカー格納庫は終わる、終わる、 OKOKOK。 あとはちょっとコンピューター行こう。コンピューターめっちゃ守られてるでしょ、多分。回復しようですよね。何がいる、いたな。危ない、いや、まだいるんだよな。ですよねですよね。これはちょっとあれか、もうちょっと粘ってヒールも視野に入れた立ち回り必要かもしれんな。左から回りたいか、正面がどうなってるか一旦確認しよっか。なるほど、正面はなかなかいけねえみたいな感じになってるね。こういうのはさっさと行っちゃうのが吉っすよ。ルーク頼んだぜ。どこにいる、みんな裏取りかい、んー、どこにあんのこれ、これどこよ。あー足りない、中量多いな。どうする、いけるかな。いや結構厳しくなったね、これ。これまずいんだよな、押してる状態でオーバータイムを迎えないとやばいんで。ヒーローが来てなきゃいいんだけど、敵の来てるね。押して押して押して、クソ、ああまずいぞ。押してないとまずい、押してないとまずい、押してないとまずい、おお危ない危ない危ない、助けて。これは無理かもしれん、急いで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 、多分ヨーダがずっと押して離して押して離してを繰り返してる。
やる味方、味方やる。ケーブルを発。いや、ただきついね。ちょっとヨーだと、ヨーだとルークめっちゃ頑張ってくれた。ただ早めに詰めないと、もうすぐ撃ってくるね。これよく使いたいな。ただすぐ拾ってきてる感じじゃないね。それはそれでチャンスかもしれない。相打ちかい。行きましょう。いるね。ナイス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 。ほっほっほ、助かった。センス。投げろ、包丁投げろ。どこだ。ああ、ヒーローいた。ヒーローおったな。しっかりラインを上げているが、やばいな。そろそろやばい。撃たれちゃうな。ロケットを撃たれた。ウォーカーが被弾。どこか、どこにおる。危ない、見えん。あっちなんかいるな。そこに分隊湧きしました。どっかから登れないのそれ。ダメだ、エリア外だ。エリア外で粘れない。ここエリア外なんだよな。そこいるのは分かってるんだけど、エリア外なんだよな。上も警戒したいな。第一チェックポイント通過。ウォーカーは峡谷に到着した。奥にいるね。すごいあれを感じる、 ST を感じる。その辺も結構敵の反応があるね。あー持ってきてる。ロケットがウォーカーに命中した。くそー、くらえ。危ない。どっから撃たれてる。上から撃たれてなかった今。後ろ、後ろにもいんの。しゃがんで、しゃがんで回復するの早くなんない。わからねえぞこれ。結構ヒーローがライン上げてきてるんだよな。あ、結局鈍足になるのは変わらん。ちょっと直って。撃って撃って、弓撃って。弓撃って撃たれてる。ウォーカーが直撃を受けた。まずいぞ。ウォーカーは頑丈だ、耐えられる。どこにいる。撃たれているなぁ。ここまた来そうな気はするね。そうなんだよな、もう一発も撃たれちゃいけないくらい減ってるんだよね。ウォーカーは来てるね。ウォーカーは
か。おらん、おらんね。ただこれ急がないとまずいね。後ろからなんか来てない？来てる来てる来てる。来てるな、モールが。まずい、まずい。これはロケトルの方がいい気がしてきたぞ。スピーダー開いてたっけ。開いてるじゃん。スピーダーもいいな。よし、練習しに行こう。後ろに引っ張られちゃってんのか。いや、できればね、できれば行きたい。そこは守ってるんだったら、ちょっと裏から行って、なぜか SD とすれ違った。裏から行って、あそことかを拾わせたくないんだけど、ガクガクガックガク、画面ガクガク。結構ラインは上がってる感じか。どの辺にいるかだね。あんまり感じないけど、なんか今一瞬見えたぞ。その辺なんかいたぞ。今赤いタグがあったぞ。どこに乗り上げてんのこれ。この辺いるんじゃない。いるじゃん。ナイス、スピーダーの挟み撃ち。ルークが死んでる。マジ、離れ際ちょっと気をつけよう。 OK、すぐ行きましょう。まずいね、まずい、まずい、拾われてる。くそ、スピーダーでなんとかしよう。撃たれたー。ここどこ。結構遠いね。ちょっと落ち着いて狙わないと。危ない、落ち着きすぎ。それは落ち着きすぎ、それは落ち着きすぎやで。いや、まだわからんな。31じゃ死ぬ可能性は全然ある。あー、 AT-AT でもよかったかもしれん。撃たれるな。2発同時はラッキーだけど、結構いるな。 ST もいるし、後ろにいるパターンじゃねえのか。オビワンもやられている。気をつけないと。俺の一斉走者が。やばい、スピーダーが下手くそになっている。21か、きついな。18、まあ多分これで完全についえることはそうそうないはずなんだけど。うえー、当たんない。とりあえずここ倒して。大丈夫だよね。どっち見てんの。引っかかってる、引っかかってる。トントンは得意なんだけどな。スピーダー全然いいとこないな。削れないね。うおお、これビークルのあれ食らったな、ミサイルを。さて、ヒーローは使っている中、私はどうしようか。やはり、ヨークハンターで行くしかないか。ヨークハンターじゃ、ST は壊せないからな。行きましょう。
結果降りてったんだあれ、すごっ。なるほどね、そこになんか置いてありますね。あー撃てなかった。いて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 、あすげえ突っ込んできてるぞ。ナインイーは倒している。ナインイーの足跡ってすごいな。はたはた、当たらん。なかなかしんどいぞこれ、なかなかしんどいな。ダメか。ちょっと突っ込んでってほしいところだけど、厳しそうだね。道を切り開くしかないな。爆発物で道を切り開くしかないね。きちんと打っていかないとダメよ。司令官が助けに来てくれた。あー嘘、俺の方が先に当たったような気がするのに。厳しいか。どうしよう、やっぱレイかな。こうなっちまうと、こうなっちまうとレイを使わざるを得んよな。いて、抑えられちゃってるな。そうなんだよね、どうしたもんかねって感じだよね。捕まえられると思った。こっちもしっかり見られてるんだけど、何が見てる。あー開けるの待ってるねって、いなくなったと思うじゃん。巻き込まないで。お前たちは間違いなくなってるわけないでしょ。いや無理だなこれこれは無理だな。一緒に突っ込んでくれる人がいないとどうしようもないよね。とりあえず突っ込んでいくか。何人で来ても関係ない。とりあえず分かんねえな、どのタイミングで、どのタイミングで突っ込んでくるかは全く読めん。出すきつい。仕掛けてきたのはそっち。きついきつい、ガスがやばい。すごいことになってる。きついな、押し戻されちゃうな。え？なんでそんな当たんないの？痛い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 。きついきつい。危ない。きついきつい。危ない。どうなってますか。当たってないの今の。いやガスきつい、ガスきつい、ガスきつい、ガスきつい。見えないな。まずい。痛い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 。
ナイス、ガスきつい。ガスきついしか言ってないけど、全然届いてない、空振り多すぎ。わあ、それ食らうんだよな、割り込みひどいよな。いや切られてても割り込まれるんだよな、くそー。頑張れー、マジかー、上がってないかー。いやあれわかんないよな、結局切られてる時にのけぞってて、そのスキルが打てないっていう時もあれば、あんな感じで割り込まれる時もあるからな。こっちなんて背後からダッシュストライク打ってるのに普通に攻撃も当たらんかったしね。いやきちいなー。いやー頑張ったんだけどなー。まあちょっと動機取れてないことを計算に入れて、まあまああれを食らったら死ぬなっていうのは分かってたんだけど、ちょっともったいなかったなー。そこまで警戒して戦わなければ勝ちは望めなかったかもしれませんね。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。いや悔しいな、結構追い上げたんだけども、あの場面から結構追い上げたんだけれども、あと一歩力及ばずといった感じで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。